続編、ターザンから、ジェーン役のマーキーとターザン役エルモリンカーニエニット、マーキーとは、アメリカ合衆国の女優。演劇、映画、テレビで活躍した。映画で、ターザンのジェーン役を演じた、最初の女優として知られる。サイレント映画機から1960年代まで行きの、長い活動をした、コロラド州サミット軍ディロンに生まれる、デンバーのボーディングスクールで学ぶ、舞台、 ボードビル出演を経て映画界入り。デビュー作は1911年のザ・フォーチュンズ・オブ・ウォー。ニューヨーク・モーション・ピクチャーズ・コーポレーションの看板女優として臨んだザ・ラース・オブ・ザ・ゴッツでは溶岩流が村を襲うシーンを撮影中、煙に巻かれて窒息しそうになる。結局、この怪我で無念の降板となった。1918年、ターザン発の映画化、ターザン。 続編、ターザンでヒロインのジェーンを演じる。ターザン役はエルモリンカーンだった。1950年代から1960年代にかけてはテレビにゲスト出演。メイベリー110番、マイペース二等兵、陽気なネリソンなど。最後の出演作は1968年の考察間。1981年11月15日、ニューヨーク州、米ョアで死去。 87歳だった。ありがとうございます。